リュウグウに、衝突機を衝突させると、これが確認できた時点で成功ということにしていました。ですのでその時点で成功だったんですが、まあ、今回、まあ、このように明らかなクレーターを作れましたので、これは我々としては大成功というふうに言っていいのかなと思います。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今日は4月の25日なんですけれども、夕方の5時からJAXAさん会見しまして、4月の5日に行われたはやぶさ2の衝突装置を使った人工クレーター生成の運用について、昨日から今日にかけて、再びこうリュウグウの方に降りていってで、人工クレーターができたかどうかっていうのをこう観測をしていたそうなんですけれども、まあ、早速その画像が降りてきて、見事リュウグウの表面に人工のクレーターができたっていうことが確認されましたね。はい、で今日この会見の情報がちょっと入ってきてなくて、まあ、ちょっと生では見れなかったんですけど、まあ、今ちょっとリプレイで見てたところだったんですけど、まあ、画像を見る限りは確かにその前と後では、表面にこう違いがあって、ちゃんとこう表面がこうえぐれてるという感じがします。でその画像っていうのが、まあ、こちらになりますけれども、向かって左が3月22日に撮影したもので、右の画像が今日の昼頃ですよね。確か撮影したのは昼頃だったと思いますけど、今日の昼頃に撮影された同じ、ほぼ同じ場所の写真で、まあ、表面がこう黒っぽく変わってて、こうへこんでいるような感じがわかると思うんですけれども、まあ、記者会見ではちょっと、いろんなこう資料が配られてたようなんですけど、今現在この動画撮ってる現在ではまだその資料がこう配布されてないので、ちょっとこの写真2枚しかないんですけれども、この写真の範囲がどれくらいのスケールかっていうと、この丸のついてる部分がこれおよそ10メーターくらいの円形みたいで、まあそれくらいの範囲でこう地表に変化が見られるということですね。ちゃんとこうえぐれたこう感じがわかるかなと思うんですけれど、でインパクターの運用直後に公開された画像で、この飛び散ってる地表のものがこう偏って見えてたっていうのがあったと思うんですけれども、まあ、この、今回公開された画像を見ると、まあ、確かにこの近くに大きなこう岩があったので、その分こうその岩の方向のこの飛び散りがあまり大きくなかったのかなという感じはしますけど、まあその辺はちょっと、今後さらに明らかになってくるのかなと。でまあタッチダウンは令和になってから5月以降ということなんですけれども、まあこのクレーターに降りるのか、それともその近くに降りるのかっていうのはまたちょっと最終的にはまだ決まってないようなんですけれども、まあ、当初の目標としてはですね、この表面を削ってこう中の物質を取るというのが目標だったわけなので、まあそのクレーターの中にタッチダウンをしてほしいなとは思うんですけど、まあ、この写真を見ると、まあ、周囲に結構大きな岩がどんどんどんってこうあるので、それがどう影響するかになりますけど、できればですね、まあクレーターの中にタッチダウンをねしてほしいなと思います。まあ今回降りてきた画像に関しての、まあ、クレーターの大きさとか深さについてはまだ、会見で言ってたことは推定なので、これから詳しく解析されるということなんで、まあ後々まあ、新たな画像か詳しいことが公開されるかと思うんですけれども、まあ、それを待ちたいと思います。というわけで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンもチャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。